カークウェーラムフェスティバルで演奏するカークウェーラムカークウェーラムはテネシー州メンフィス生まれのジャズフュージョンのサックス奏者セッションミュージシャンとしても活動している父親が牧師の家庭で幼い頃からゴスペルや R&B に親しみロックやポップスにも興味を持つ9歳でドラムを演奏し始めるが高校に入るとサックスを持つようになりジャズを演奏し始める ヒューストンの南テキサス大学に入学、在学中テキサステナーのアーネット・コブに魅了される。1980年には R&B 系のバンド学内で組演奏するようになる。卒業するとヒューストンで演奏活動を始め、1983年にジャズピアニストボブ・ジェームスの耳に入り、彼のグループの前座を務めるようになった後、ジェームスのグループに入り、 1985年にジェームスのアルバム12に参加。1985年にジェームスのサポートによりタッパンジーレコードからアルバムフロッピーディスクでソロデビューを果たす。この中の収録曲カイル・エス・スマイルは彼の息子に捧げたものだ。ソロ活動をしながら1987年からはラリー・カールトンとも活動するようになり、 1980年代後半から1990年代前半には、クインシー・ジョーンズ、ルーサー・バンドロス、アルジャロー等と共演、またホットニー・ヒューストンのツアーにも参加し、知名度とキャリアを重ねる。ヒット曲、Always Love You のバックでサックスを取っているのも彼で、ある。フュージョンの人気グループ、ザ・リッピントンズにもたびたびゲスト参加している。1996年に、 ボブ・ジェームスとの共作アルバム、Joined at the Hip を発表、グラミー賞にノミネートされた。これを機にワーナーブラザースレコードに移り、翌年にアルバム、Colors を発表。1998年には、自身の起点にあたるゴスペルに焦点を当てた、ゴスペル・アコーディング・トゥ・ジャズを発表。2002年には、この第2弾、ゴスペル・アコーディング・トゥ・ジャズ・チャプター2を発表。 DVD 版も発売している。スムーズジャズのブームが到来してくると、いよいよ人気は上昇。2000年発表のアンコンディショナルがヒットし、グラミー賞22 2部門ノミネートした。2001年には、クリスマスの企画アルバム、ザ・クリスマス・メッセージを発表。2002年には、ギタリストのノーマン・ブラウン、トランペッターのリック・ブラウンとグループを組み、3人の頭文字を取った。 EWB のグループ名で、アルバム、グルービンをリリース、芝叩く間にジャズチャートのトップに上り、7ヶ月ラジオステーションの、首位を取る。ワーナーブラザースのジャズ部門閉鎖に伴い、サックス奏者のデーブ・コーズが主催する、新興レーベル、ランデブーエンタテインメントに、移籍、2005年に、名プロデューサーで、また歌手でもある、ベビーフェイスのカバー集。 ベイビーフェイスソングブックをリリースする。なお、このアルバムの国内版はビデオアーツミュージックから。2006年3月から4月にかけて、コーズラと共にランデブーオールスターズとして来日公演した。2007年にはアルバムラウンドトリップを発表、過去の自身の曲を数曲カバーしている。この年からは相棒のジョン・ストッタードと共に来日公演をしている。 2008年発表のプロミススメイドはピアニストミヤモトキナトの連名名義での作品で全米ビルボードチャート5位にランクインした。2010年にはダニー・ハサウェイに捧げたカバーアルバムエブリシング・イズ・エブリシングを2012年にはジョン・コルトレインとジョニー・ハートマンに捧げたカバーアルバムロマンス・ランゲージを発表した。上位でフランセス・コ・ヒューウェイ・ラム。ありがとうございます。